ここってさ、なんだか物騒な国なんだってね。ここにいればたくさんのお客に出会える。そう思わないかい？どうしようかな。教えてあげてもいいけど、その代わり小生にあれをくれ。極上の笑いを小生に送れ。さあ、極上の笑いを小生に送れ。そうしたら、どんなことでも教えてあげるよ。異世界の笑い、期待しちゃうな。
何か面白いものを見ればわかるかもしれないよ。さあ。完全なる胸の炎は？我ら？完全なる胸の炎は？我ら？
はどうしてそんなに一生懸命なんだい？君は強い子なんだね。けど、あまり自分の身を顧みないのは感心しないな。だって。この世界でも魂は一人一つなんだろう。大事に惜しいよ。お客さんはさ、棺で眠る前にきれいにしてあげないといけないだろう。その時にちょっとだけいじらせてもらうのが小生の趣味でね。
君はどうだい？自分を美しいと、そう思えるかい？そうかい。